こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、小腹が減ったな。この前、スーパーで激安お蕎麦を買ったから食べようかな。蕎麦は美味しいよな。でも、その激安蕎麦は、もしかしたら、私たちの体に悪影響を及ぼす危険な食べ物かもしれないぜ。え？蕎麦はヘルシーで栄養もある食べ物でしょ？危険な食べ物って、一体どういうこと？それでは、今回は蕎麦について解説しよう。この動画では、蕎麦の基本的な情報から蕎麦の歴史、また、日本の蕎麦文化などについて紹介していくぜ。そして、なぜ、激安蕎麦が危険なのかも解説していくので、最後まで見ていってくれ。それではゆっくりしていってね。蕎麦はタデカ蕎麦属の一年草だ。原産地は中国南部からヒマラヤ山脈にかけての高地とされている。今では日本の伝統的な食材であり、蕎麦粉を主原料として作られているぜ。うどんやそうめんとは違った食感と蕎麦粉の風味が美味しいよね。蕎麦の実は古くから穀類の一種として扱われているけど、穀物の多くが単子葉類の稲科であるのに対して、蕎麦は総子葉類の多出科であるため、穀物の中では少数派に分類される。穀物ではあるけど、他の穀物とは種類が違うんだ。蕎麦は日本人にとって身近な存在だけど、植物としての蕎麦というとあまり目にする機会がないだろう。蕎麦の実も実際見たことないかも。蕎麦は、冷涼で乾燥した気候が栽培に適している。特に、山間地や高地の地域が最適な生育環境だ。その土地の日中の日の長さの違いから、夏型、秋型、中間型などがあり、さらに、種をまく時期にも春巻きの夏蕎麦と、夏巻きの秋蕎麦があるぜ。いろんな種類があるんだね。種まきを、4から5日で発芽し、60センチから130センチほどに成長すると、茎の先端に6ミリほどの白やピンクの小さな花をたくさんつける。だいたい30日から35日目頃には開花最盛期を迎えるんだ。あっという間に花が咲くんだね。そして、黒や茶褐色、銀色の実をつけると収穫だ。種まきから70日から80日ほどで収穫できるようになる。そんなに早く収穫できるの？お米や小麦粉に比べると格段に成長が早く、年に2回は確実に収穫することができるぜ。うまくすれば年に3回収穫することも可能だ。1年で3回も新蕎麦を味わえるなんて贅沢だね。それに、収穫スピードが速いということは、他の穀物よりも効率がいいよね。様々な品種があるという話をしたけど、地域によっても品種が異なる。例えば、有名なのは信州蕎麦や富山蕎麦などだ。信州蕎麦といえば、長野県で食べられるお蕎麦だよね。風味豊かな香りとコシのある食感が、ザ蕎麦って感じだよね。富山蕎麦はその名の通り富山県で栽培される品種で、細めの麺と濃いめの味わいが特徴だ。また、蕎麦は他の作物と比べて比較的寒さにも強いため、北海道や東北地方などの寒冷地域でも広く栽培されている。北海道の道産蕎麦は、芳醇な香りとつるりとした食感が人気だぜ。地域ごとの気候や土の環境などによっても品種が異なるから、その土地ならではの特徴が現れるんだね。また、酸性あるいはアルカリ性の土壌にも適応できるため、九州の火山性土壌でも良好に育つことができる。このように、蕎麦は土地を選ばないことから、日本全国で広範囲にわたって栽培されてきたんだ。だから、日本の伝統的な食材となったんだね。さらに、比較的荒れた地や寒い土地でもよく育つことから、飢えをしのぐ穀物として、古来日本ではとても大事な存在だったぜ。平安時代に編纂された勅撰詩書で、日本書紀に次ぐ書物である食日本紀では、奈良時代前期の女帝、元正天皇が民に蕎麦の栽培を奨励する記述がある。天皇が？722年7月。この年の夏は雨が降らず、干ばつで農作物への影響が予測されていた。そこで、遅く実る稲や蕎麦、大麦小麦を植えて飢饉に備えよ、という御事の理が出されている。これが、日本における蕎麦の初めての記録だぜ。へえ、民が植えないために、蕎麦の栽培が推奨されていたんだ。収穫サイクルが短い蕎麦は、飢饉の強い味方だったんだね。日本食といえばお米が主流だと思っていたけど、その陰で私たち日本人を救ってきたのは、もしかしたら蕎麦だったのかもしれないね。蕎麦というと健康的な食べ物のイメージがあるだろう。他の穀物類と比べるとダントツで食物繊維が豊富だ。食物繊維を食べると、食後の血糖値が上がるのを防いでくれる。食物繊維は腸内環境を整えてくれ、悪玉コレステロールを体の外に排出してくれる役割もあるよね。また、主食類の中でもタンパク質が多い。タンパク質は必須アミノ酸で構成されている。必須アミノ酸は人間の体を作るために必要不可欠な成分だ。免疫力を高め、病気にかかりにくい体にしてくれるなど、私たちの健康を維持するためにもとても大切なものだぜ。
必須アミノ酸は体の中で作り出すことができないから、食事などで摂取する必要があるんだよね。そばは主食にもなるのに、そんな栄養も取れるんだ。また、ビタミン類ではビタミン B1 と B2 が多く含まれている。ビタミン B1 は疲労回復に効果的で、糖質の代謝を促し、脳の活動や筋肉の働きに必要なエネルギーに変えてくれるぜ。ビタミン B2 は新陳代謝を促し細胞の再生を助けてくれるので、美容や健康に欠かせない栄養素だ。お蕎麦を食べるだけで健康と美容も手に入るだなんて、夢のような食べ物だね。さらにルチンが豊富だ。ルチンは、フラボノイドという抗酸化物質の一つで、血流を良くする効果があるぜ。動脈硬化や心臓病などの生活習慣病、癌や老化の予防にも効果的だ。いろんな病気も予防してくれるんだ。ただし、健康に良いからといって蕎麦だけでは偏ってしまう。ビタミン B 群以外のビタミンがほとんど含まれていないからだ。だから、蕎麦だけの食生活になるとビタミン不足で肌荒れを起こす可能性があるぜ。それで、蕎麦にはいろんな付け合わせがあるんだね。蕎麦に不足しているビタミンを補うためにおすすめなのは天ぷらだ。キノコや魚の天ぷらはビタミン D を補え、ナスやカボチャの天ぷらならビタミン A、B、C、E、K が含まれていて、不足しがちなビタミンを補ってくれるぜ。どれも天ぷらとして人気だよね。天ぷらは蕎麦つゆとの相性も抜群だから、蕎麦との組み合わせとしても完璧だね。蕎麦は、代表的な日本食ではあるけど、ちなみに、いつ頃から食べられていたと思う？さっきも奈良時代には栽培されていたと言っていたから、その少し前ぐらいかな？実は、蕎麦は3000年以上も前から日本で食べられていたんだぜ。そんなに昔から。日本はその頃縄文時代でしょ。その通り。でも、それは少なく見積もっての話で、高知県では、9000年以上前の遺跡からも蕎麦の花粉が見つかっていて、当時から蕎麦が栽培されていたのではないかと考えられているんだぜ。そんなに歴史が古いの。ただし、この頃食べられていたのは現在のような麺の状態ではなく、粒のまま、おかゆのようにして食べられていた。蕎麦をおかゆに？5世紀頃には蕎麦がきという、蕎麦粉を水で練って団子状にし、茹でたものが食べられていた。今でも蕎麦がきはお蕎麦屋さんにあるメニューだよね。そんな昔からあった食べ物だったんだ。でも、蕎麦を食べていたのは貧しい人々で、平安時代、上流階層である貴族や僧侶らは蕎麦が食べ物であるという認識はまだなかったんだ。なんで知らなかったの？蕎麦の生育には冷涼な気候が必要だけど、都周辺は蕎麦の産地に適したところがなかったからだ。そのため、そもそも存在すら知らない人が多かったようだ。なるほど。また、それ以前の問題として、当時の蕎麦は正直美味しいものではなかったようだな。蕎麦が美味しくない。平安中期から鎌倉初期に至るまでの説話をまとめた13世紀の書物、古今著文集には、平安中期の僧にして歌人でもある道明が、山の住人より蕎麦を振る舞われた際に、食前にも据えかねる料理が出されたと、驚いた逸話が記されているぜ。振る舞ってもらったのに失礼だね。でも実際、この頃の蕎麦は農民が飢饉などに備えてわずかに栽培する程度の雑穀だったようだ。鎌倉時代に入り中国から石臼が伝わったことで、蕎麦粉の大量生産が容易になり、蕎麦がきや蕎麦焼き餅が広がっていったぜ。今みたいな麺としての蕎麦はいつ頃から食べられるようになったの？それは室町時代になってからだ。それまであった蕎麦がきと区別するため、蕎麦切りと呼ばれていた。今でも蕎麦切りって看板に書いてあることあるね。寺院などでは寺方蕎麦といって、米、麦、泡、豆、きびといった五穀に含まれなかった蕎麦は、五穀立ちという荒用をする僧侶にとって、重要な栄養源となった。そんな主要があるんだ。健康に悪そうだけど、お蕎麦は栄養があるから重宝されたんだろうね。その後蕎麦切りが作られ、茶席などで提供されるようになる。1643年日本で最初の料理本である料理物語には、うどん、木麦などと並んで蕎麦切りの作り方が掲載されている。江戸時代になってようやく現代のお蕎麦の形になったんだね。でも、当時の蕎麦は今のようにお湯で茹でるのではなく蒸籠で蒸していたぜ。お蕎麦を蒸してたの？当時は蕎麦粉 100% で作られていたから、まとまりにくくて切れやすく、茹でるのが難しかったんだ。現在、盛り蕎麦やざる蕎麦を注文すると蒸籠に盛り付けられて出てくることがあるのは、蒸籠で蒸していた頃の名残なんだ。単に水を切るためだと思っていたけど、盛り付け方にも、蕎麦の歴史が隠されていたんだね。蕎麦屋が急増したのは江戸中期になってからだ。それまでは、京都や大阪など上方出身者が江戸に多かったために、うどんが主流だったぜ。なんで、中期になると蕎麦屋が急増したの？現在の山梨や長野といった甲州、信州の蕎麦産地の人々が、農閑期に江戸へで稼ぎに来るなどして、安い蕎麦粉と共に蕎麦の文化を江戸に持ち込んだんだ。
それで、江戸で蕎麦が普及したんだね。また参勤交代などで全国から単身で移住してきた男性も多く、手軽に食べられる蕎麦が人気となったんだな。ちなみに、醤油が一般的に出回るようになるまでは、蕎麦つゆは味噌に水を加えて煮詰めたタレ味噌につけて食べていたそうだ。味噌？濃い味噌汁みたいなものかな？ちょっと食べてみたい。蕎麦屋が多くなったことで、蕎麦を提供するお店側の蕎麦打ち技術も向上していく。1751年には蕎麦の製法から蕎麦屋の様子まで記した蕎麦全書が刊行されている。この頃には、蕎麦は庶民の味となっていたのね。それまで蕎麦粉 100% で切れやすかった蕎麦を、様々な試行錯誤の末誕生したのが、蕎麦鉢に対して小麦粉にで配合する二鉢蕎麦だ。お店でも見かける二鉢というのは、蕎麦粉と小麦粉の割合のことだったんだね。それも一つの説で、他に当時の蕎麦の値段が16文という値段が関係しているという説もある。二八と十六文。まさか、福で、二八十六だから？江戸の人はこういうダジャレのような言葉遊びが大好きだったことは有名だな。しかも、明は、安永年間二十六文へ値上げして以来、幕末頃までの100年近くずっとこの値段が据え置きだったというから驚きだ。最近の物価高騰も見習ってほしいね。でも、江戸時代が終わる慶応年間にはさすがの物価高騰に耐えきれず、一杯二十文、すぐに二十四文に値上がりしている。そこで、蕎麦の値段が16文でなくなった頃から、蕎麦粉8割、小麦粉2割の蕎麦を指すようになったとするのが有力な説だ。結局、どちらも正解ってことだね。江戸で蕎麦屋が最盛期を迎える文政年間には、なんと3000軒もの蕎麦屋が立ち並んだそうだぜ。現代でいうコンビニ並みかそれ以上かも。そんな多くの蕎麦屋の中でも現在まで続く老舗と言われている江戸の三大蕎麦がある。それがやぶ、さらしな、砂場だ。これらのお蕎麦屋さんは今でも残っているよね。やぶの由来は諸説あるけど、発祥となった蕎麦屋がやぶに囲まれていたから、客が愛称としてやぶと呼んだことに始まるらしい。意外と単純なネーミングだな。でも、濃いめのつゆで、蕎麦の皮が少し混じった、しっかりとした蕎麦だよね。さらしな蕎麦は甘めのつゆで、蕎麦の一番粉を使った上品さが売りだ。さらしなは、蕎麦の産地である信州さらしなと、お店を出した麻布に屋敷を構えていた星名家から一字ずつもらったことが由来だぜ。細くて白い、見た目にも高級感あるお蕎麦だね。そして、砂場は大阪が発祥だ。名前の由来は、大阪城築城に際しての資材置き場の一つだった砂場近くにお店があったからと言われている。大阪にも古い蕎麦屋があるの？それが、江戸に進出して江戸で発展したけど、大阪には砂場ののれんを引き継ぐ店は残っていないそうだ。でも御三家の中では一番歴史が古そうだな。なんだか、食べ比べをしたくなってくるね。こうして庶民の間でブームとなった蕎麦は、今度は諸大名から将軍家に献上される品へと変化していく。各藩から幕府へ献上された品が掲載されている大政武官によると、時献上という季節の節目に、将軍慶久家の大名から蕎麦が献上されたという記録がある。庶民の上しのぎで作られていた蕎麦が、ついに将軍へ献上されるほどの高価な食べ物となったんだ。でも、そこまで高価な品物になったのであれば、もう十分蕎麦でも美味しくなったということだよね。いろんな栽培メリットがあるのに、なんで蕎麦はお米に代わる主食ではないんだろう？それは、蕎麦の硬い殻に原因があったようだ。米のもみ殻は取りやすいのに対し、蕎麦の殻は硬く、脱穀が大変なんだ。確かに硬そうな殻だよね。石で叩き、粉にしてからでないと食べることができない。そのため、蕎麦はあくまで凶作に備えた備蓄食品として栽培され、米のように人々の生活を支える主食とはなれなかったんだな。それさえなければきっと日本の主食になれたかもしれないね。そばにはその土地その土地に伝わる伝統の食べ方があるぜ。変わったそばや風習として残るそばなどを紹介しよう。新潟県魚沼地方に伝わるヘギそばは緑色をしているぜ。なぜだと思う？ヘギっていう植物が入ってるのかな？実は、ヘギとは杉やヒノキを薄く削った板の四方に縁をつけて盆にした器の名前だ。これに盛ったそばがヘギそば。じゃあ、なんで緑色をしているの？そばのつなぎに海藻を使っているからだ。冬から春にかけて、主に波の荒い外海の岩などに生える海藻のふのりを使っているんだ。そのおかげでツルツルとした喉越しと、弾力のある歯ごたえが特徴だ。それじゃあ、ふのりそばでもよかったのに。ふのりは漢字で書くと布にのりと書く。これは本来、布ののりとして使われていたものだ。に溶かしたふのりから取れる粘り気のあるエキスがのりとなるぜ。今でも新品の布地にのりがついているね。ヘギそばの発祥の地である新潟県では着物作りが盛んだった。そのためふのりは身近な存在だった。また、この地域は小麦粉を栽培していなかったので、
当時蕎麦のつなぎには山ごぼうの葉や自然薯、鶏卵などが使われていたけど、そのうちふのりを使うようになり、口当たりが良かったことから定着したようだ。ツルツルのお蕎麦は喉越しもいいしね。また、薬味にからしを添えるのも変わった食べ方だな。この地域はわさびが取れなかったためからしが用いられるようになったそうだ。地元で手に入りやすいものを使った、工夫を凝らした蕎麦だったんだね。岩手の蕎麦といえば、わんこ蕎麦だろう。わんことは生地わんを指す岩手県の方言だ。わんが空になると給仕の女性が次々と蕎麦を入れ、蓋をするまで延々と食べ続けないとならない。はじめはたくさん食べれると思うんだけど、意外と食べれないんだよね。わんこ蕎麦にも諸説あるが、発祥の地である花巻では、地元の人々が南部藩のお殿様へ漆器のわんに名物の蕎麦を一口ずつ出したところ、気に入って何杯もおかわりしたことから生まれたとされているぜ。わんこ蕎麦の最高記録は何杯なの？岩手県花巻市で毎年2月11日に開催されるわんこそば全日本大会では、5分間の制限時間に258杯というのが最高記録だ。これは、かけそば約26杯分に相当するぜ。ひゃあ、想像しただけで満腹。同じく東北の青森県津軽地方に伝わる津軽そばは、水に浸した大豆をすりつぶしたご汁に、水とそば粉を入れ、加熱しながらかき混ぜたものをつなぎに使うぜ。大豆が入ったおそばなんだ。米の収穫量が少なく、蕎麦を食べることが多かった時代に、タンパク質の豊富な大豆を使うことで栄養の偏りを防いだという説がある。これも、昔の人の知恵だったんだね。箸で持ち上げると切れてしまうほど柔らかいのが特徴で、日持ちを良くするためにあらかじめ麺を茹でて冷やしておく煮置きをすることで、コシがない柔らかな津軽蕎麦となった。お箸でつかめないならどうやって食べるの？津軽蕎麦の場合、汁物を薄るように食べるのが特徴だ。素朴な蕎麦の風味と、大豆のほのかな甘さが感じられるぜ。体に優しいお蕎麦だね。山口県には、瓦に乗った蕎麦、その名も瓦蕎麦がある。いろんな具材の上に、さらにレモンまで乗ってるお蕎麦だよね。山口を代表するソウルフードだ。文字通り瓦の上に蕎麦が乗った姿は確かによそでは見ないのでインパクト大だな。熱々の瓦の上に風味豊かな茶蕎麦を乗せ、錦糸卵や甘辛く煮た牛肉などの具材を盛り付けた蕎麦料理だ。蕎麦というか焼き蕎麦みたい。熱々の瓦で提供されるなら最後まで冷めることなく美味しくいただけるね。瓦そばは、明治10年に起こった西南の駅において、熊本城を囲む薩摩軍の兵士たちが、長い野戦の合間に、身近にあった瓦を火にかけて野菜や肉などを焼いて食べた、というエピソードをヒントに考案されたものだぜ。歴史も一緒に味わえる郷土料理なんだ。300度近い高温の瓦で焼かれた茶そばは、上層はもちもち、下層はカリカリで、レモンの輪切りやもみじおろしなど、他では味わえない薬味を加えることでさっぱり食べられる。味の変化も楽しめる、面白い蕎麦だね。古典落語に時蕎麦という演目がある。蕎麦の屋台で起こる面白い話で、一般的にも広く知られた落語だ。あれでしょ。ひーふみー。今何時でってやつ。小銭をちょろまかした客を見て、真似した男がうまくいかずに余計に小銭を支払うというオチが面白いな。この演目に花巻にしっぽくという言葉が出てくる。花巻もしっぽくも蕎麦のメニューだぜ。どんなお蕎麦なの？花巻と聞くとちょっと華やかなイメージのお蕎麦を想像するかもしれないけど、ちぎった焼き海苔をたっぷりと乗せた蕎麦だ。花どころか真っ黒だね。名前の由来は諸説あるけど、江戸で浅草海苔を磯の花と呼ばれていたからとか、焼き海苔を蕎麦の上に巻き散らす様子が花のように見えたからなどと言われている。漢字の巻きはいつしか巻きに変化したんだろうね。じゃあ、しっぽくは？しっぽくとは、元禄頃から長崎で盛んだった。和風中華料理のしっぽく料理のことだ。このしっぽく料理の中に、いろいろな具を乗せたそうめんやうどんなどの麺類があった。長崎のちゃんぽんみたいな雰囲気だね。これがうどん文化の西日本でしっぽくうどんとして広がり、やがて江戸の蕎麦屋が真似して、しっぽく蕎麦となったようだ。熱々で具沢山の美味しそうなお蕎麦なのに、あまり見ないメニューだね。長野の善光寺周辺や、うどん県でもある香川にしっぽく蕎麦は残っているぜ。秋から冬にかけて採れる大根や人参などの野菜と油揚げを一緒に煮込んだそばだ。上に乗せる具材はその季節ごとに何でも良さそうだよね。これなら家庭でも作れるし、栄養満点で寒い季節にぴったりのそばだね。日本人にとって年越しそばは、地域差はあれど、ほぼ全国的に存在する風習と言えるだろう。毎年当然のように食べてるよ。そもそも年越しそばを食べる習慣は江戸時代中期から始まったと言われている。商家では毎月末に蕎麦を食べる晦日蕎麦という習慣があったそうで、これが広く世間に浸透し、月末に蕎麦を食べるのが習わしとなった。やがて、その習慣は時代とともに廃れたが、唯一、一年最後の大晦日に食べる蕎麦だけが、年越しの風習として残ったと考えられているぜ。
年越しに蕎麦を食べるのは願掛けとか験担ぎの意味合いがあるんだよね。蕎麦のように細長く、長生きできるようにという長寿の願いが込められている。でも、それだけの意味なら、別に蕎麦じゃなくて、うどんでもいいってこと？当時の蕎麦は他の麺類と比べると切れやすかった。そこから1年の役を切り、新しい年を迎えるという意味合いも込められているそうだ。なるほど。だから、年越しはやっぱり蕎麦なんだね。蕎麦は日本食の代表でもあるけど、意外なことに、世界各地で古くから親しまれているんだぜ。え？そうなの？蕎麦のルーツでもある中国雲南省には、うどんほどの太い蕎麦麺を使ったヘイロという料理がある。具入りスープをかけて食べる家庭料理だ。中国のお蕎麦は太いんだ。フランスのブルターニュ地方の郷土料理には生地に蕎麦粉を混ぜたガレットがあるぜ。包まないクレープみたいな見た目で、卵や野菜、生ハムなどをトッピングした料理だな。最近のおしゃれなカフェでも見かけるよね。蕎麦粉が入っていたんだ。ロシアには伝統的なパンケーキ、ブリニア、蕎麦の実で作るカーシャというおかゆがある。昔の日本と同じようにおかゆでも食べる国もあるんだね。他にもイタリアに伝わる蕎麦のパスタ、ピッツォッケリア、韓国の冷麺など意外と蕎麦粉を使った料理は世界中にあるんだぜ。さすが、いろんな地域で栽培できる蕎麦だけあって、食べ方は違っても、安価な食材として世界中で親しまれていたんだね。栄養がたっぷりで美容にも健康にいい蕎麦だが、ある蕎麦に関しては人体に危険な存在なんだ。ある蕎麦？それが激安の蕎麦だ。激安は庶民の味方だよ。マリサ、庶民を敵に回したいわけ。いや、私だって安いものの方が嬉しいぜ。でも、そのせいで体を壊してしまうのは本末転倒というものだ。確かにそうだけど、安い蕎麦が健康に悪影響というのはどういうことなの？まず、なぜ安いのか理由を考えてみよう。蕎麦とつなぎの小麦粉で考えると、小麦粉の方が断然安い。江戸時代は小麦粉に、蕎麦8の2蕎麦が主流だったが、小売店の安価な蕎麦の場合は蕎麦が3割で、ほとんどが小麦粉なんだ。え？七三蕎麦ってこと？どこを見るとわかるの？乾麺の場合であれば、乾麺類品質表示基準により、3割以下の場合、2割とか1割未満と記載しないといけない。何も書かれていなければ3割以上だけど、安い蕎麦の場合、わざわざ高い蕎麦粉を3割以上入れないだろう。でも、ちゃんとお蕎麦っぽい色しているよ。蕎麦粉が少ないのに濃い色をしていれば、本物の蕎麦に近づけるために添加物が使われているということだな。着色しているってこと？しかも、飲食店にはこの法律が適用されないそうで、特に安価な立ち食い蕎麦屋ともなると、蕎麦の色を着色した、ほぼ小麦麺を使っているらしい。それって詐欺なんじゃないの？日本は国土が狭く、小麦粉の 85% 以上をアメリカやカナダからの輸入に頼っている。そして、その輸入小麦が今危険だと騒がれているのが農薬の問題だ。輸入小麦の農薬問題は一時期騒がれていたね。農薬といっても様々な種類があるが、中でも特に注意したい農薬がグリホサートだ。これは有機リン系除草剤の一種で、植物の成長に必要な酵素の働きを阻害してしまう。商品名としてはラウンドアップとして製造販売されているぜ。どちらも農薬問題ではよく聞く名前だよ。世界で最も多く使用されている除草剤だからな。でも、最近の研究で発がん性や神経毒性、生殖や出産への影響もある上、世代を超えて受け継がれるとも指摘されている。ということは、自分の体さえ良ければいいという問題ではないんだ。2015年に WHO はグリホサートを発がん性の恐れありと評価したことから、世界では規制強化が進んでいる一方、我が日本政府はグリホサートの安全性を確認したという評価書を公表して、特に規制していないんだ。え？よその国では規制しているのに、日本では規制していないの？しかも、グリホサートを使った穀物は世界中で禁止されてしまったことで、日本がその受け皿となってしまっている状況だ。蕎麦の偽物を食べているだけでなく、農薬まで食べていただなんてショック。これからは10割蕎麦しか食べられないってこと。ところがだ、その蕎麦粉の方にも問題がある。日本食の代表格にも上がる蕎麦でさえも、蕎麦粉の自給率は 20% から 30% にとどまっているぜ。蕎麦粉も輸入なの？しかもその大半が中国からの輸入だ。過去には中国産の蕎麦から自然界最強とされる発がん性物質、アフラトキシンが検出されたことがある。自然界最強って一体どんな発がん性物質なの？アフラトキシンは、肝臓の細胞 DNA に損傷を与えることで、細胞の増殖や癌化を引き起こす原因物質として知られているぜ。健康に気を使って食べた10割蕎麦に、そんなものが含まれてたら怒りたくなるね。また、蕎麦はネズミの好物でもある。保管場所にネズミに入られると糞尿の匂いからその蕎麦は使い物にならなくなるぜ。そのため蕎麦の実を守るために大量の殺素剤が使われる。
保管倉庫に噴霧したり、直接蕎麦の実に噴霧したりする場合もあるそうだぜ。殺素剤入り蕎麦ってこと。また虫の発生を防ぐため、防虫剤も噴霧されていることだろう。中国から皮の実を取った抜き身で輸入した蕎麦は虫が湧かないそうだぜ。確実に使ってるだろうね。ついでに言うと、蕎麦につける具材も輸入品だったりする。ヘルシーなイメージがある山菜蕎麦につけられている山菜も、多くが中国からの輸入に頼っているんだ。また中国。例えばわらびだ。全体の7割程度が中国かロシアからの輸入品で、ゼンマイも全体の 65% が中国からの輸入品だ。確かに旬でもない時期に山菜蕎麦のメニューがある時点でおかしいと思うべきだよね。そして、この山菜にも農薬や漂白剤、酸化防止剤など添加物がたくさん使われているんだ。薬味のネギですら、あらかじめカットされたパック詰めの安いものは中国産だぜ。ひえー、ほとんど中国産で、しかも農薬まみれ蕎麦。安いことはありがたいけど、蕎麦を食べるときには値段だけに惑わされてはいけないんだね。ということで、安全な蕎麦は国産に限るということになる。どこを見ればそれがわかるの？原材料名の部分だな。そこに国産とあれば安心だ。ところが、中には国内製造と書かれているものがある。国産と国内製造とどう違うの？国内製造であれば、蕎麦の実が国産とは限らず、中国産ということはザラなんだぜ。え？それじゃあ、見分けられないよ。そのため、生産地が確認できるものの方がより信頼が高い。自信があるなら当然産地をしっかり書くだろうしね。また飲食店の場合、値段も一つの指標となる。立ち食い蕎麦屋のような、明らかに安すぎるお店は、色付き輸入小麦麺と覚悟した方がいい。立ち食い蕎麦も美味しいんだけどね。じゃあ、高級蕎麦じゃないと蕎麦じゃないの？格安のお蕎麦屋さんでも企業努力をして美味しく食べてもらう工夫をしているお店もあるぜ。蕎麦は、引き立ての蕎麦粉を目の前で打ち、目の前で茹で上げるのが一番美味しい。とすると、すでに打ち上がっている蕎麦を茹でるだけのお店より、店内に蕎麦を打つスペースがある方が信頼できる蕎麦屋と言える。なるほど。また、市販の蕎麦で言うと、原材料表示部分を見るだけで蕎麦粉の割合を見分けることができる。乾麺の場合は3割未満であれば、蕎麦粉の割合を記載することが義務付けられているし、生麺の場合は蕎麦粉の割合が3割以上なければ蕎麦と表記すること自体を禁じている。とすると、生麺で蕎麦って表記があったら3割は確実に蕎麦粉が入っているんだね。また、日本では原材料表示をする際に割合が多いものから順番に記載するという決まりがあるので、原材料名に、蕎麦、小麦粉、塩の順番で書かれていたら、蕎麦粉が5割以上入っているということがわかるぜ。健康のために蕎麦を食べているつもりが、不健康なまがいものを食べていたなんてことにならないよう、正しい目を持って、質の高いお蕎麦を選べるようになりたいね。というわけで今回の動画は以上だぜ。蕎麦について解説してきたけどどうだったかな？もともと蕎麦は貧しい人々の暮らしを支える頼もしい存在だったんだね。それが江戸時代のブームを経て、代表的な日本食という地位まで獲得するに至ったわけだな。そんな蕎麦が、今やほとんどが輸入品に頼っているだなんてびっくりだけど、地域に残る伝統的な蕎麦は、これからも大切に守っていきたいね。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれると嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。